アリエです。ユナです。ネイラです。ピンク、ラテ、ティー、ピン、はい、始まるよ。イエーイ。はい、じゃあ今日ははい、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、1000円ずつ渡すので、はい、好きなコンビニで好きなものを買ってきてもらいます。イエーイ。ありがとうございます。ありがとうございます。え、どこのコンビニに行っていいんですか？全部他のカフェは選んでいいよ。え、みんなどこ行くの？代表的なファミマで行きます。そうですね。セブンもお願いします。セブンにしようか。いいと思う。じゃあ行っていきましょう。せーの、どうぞ。ファミマ組は？はい。はい。ユナは？セブンです。じゃあ行きます。今から。じゃあ、あ、目の前にある。意外と近かった。うん、なんか意外とちょっとちっちゃいファミマ。中広いよ、あそこ。あ、そう。お目当てはありますか？お目当て、なんかちょっとスイーツ食べたいかもなみたいな。なんか今ってちょっと春の季節になってくるじゃないですか。だからイチゴとか桜とかが結構出てきてるので、それを狙います。狙います。あるかな。あ、青になってる。あ、到着するよ。でも美味しいものはあるかな。ありますかね。到着しました。では、行ってきます。行ってきます。はい、買ってきました。ファミリーマート、いっぱい、2人分でこんだけ、結構重たいです。じゃあ、ユナはセブンに行きます。でも、セブンね、もう絶対に一つは頼んでくれてるんですよ。大好きなんです。みんな、わかるかな。わかるかな。大好きな、もうセブンと言ったらこれ、私と言ったらこれみたいな。ここで当たったらもうね、ね、はい、動画全部見たら多分分かると思います。早速買っていきたいと思います。どうぞ。買いました。後でお見せしますね。あの、ちょっとなんか狙ってたものがね、ちょっとなくてテンションが半分ぐらい下がってるんですけど、美味しそうなのもいっぱい見つけたので、またスタジオに戻ったら紹介します。はい、買ってきました。前にね、買ってきたものに行きます。アリアとレイラはファミリーマートで、ユナがセブンに行ってきました。じゃあ一人一人何を買ってきたか紹介していきます。じゃあレイラから。はい、じゃあまずはこちらです。大きな白玉クリームぜんざい買ってきました。そうそう、白玉いいね。白玉ちょっと気になったから買ってみました。めっちゃ美味しそう。絶対美味しい。うん。で、2つ目がこちら、ショコラチーズケーキです。そう、めっちゃ美味しいやつだ。これはね、もうアリもめっちゃ悩んだ。めっちゃ美味しそうだなと思って買ってみました。なんかさ、なんか名言みたいな書いてあるの。なんか、そう、初めは濃厚チーズなのに、だんだん滑らかなショコラ際立つ。なんかその下の、なんだっけ、なんか書いてない。あ、チーズはショコラに愛された。なんかちょっと名言っぽい。めっちゃ美味しいじゃん。めっちゃ美味しい。で、次はアイスを買ってきたんですけど、これはいちご大福風アイス。すごい、これも白玉乗ってない？美味しそう。白玉、白玉すごい。次は関東栃木いちご。なんか飲み物です。いちごミルクかな。あ、絶対いちごミルク美味しい。パッケージ可愛くない？めっちゃ可愛い。可愛い。最後、最近アンパンマンチョコです。かわいい。バイキンマンにしました。バイキンマン私推しなんですよ。そう、かわいくない？バイキンマンじゃないか。かわいい、うんうん、めっちゃかわいい。バイキンマンにしました。かわいいです。かわいい。なんとか1,2,3,4,5 5個。おいちごとかチョコとかかわいいね。好きなものがかわいい。すごい。え、まあ、でも白玉が好きなのは分かった。そう、白玉が大好きだね。じゃあ、ユナ、あ、ユナの紹介していきます。ユナはセブンに行ったんですけど、可愛い商品の後にさ、すごい出すのが恥ずかしいから可愛らしめの商品からちょっと行ってきます。
つ目がとろける生チョコっていう、なんか何してるの。え、絶対美味しいじゃん。美味しいよね。そんなの売ってなかったよ。セブンならではなんで、ちょっと皆さん。めっちゃいいじゃん。で、次が濃厚な味わいのショコラフィナンシェっていうやつが気になったので買いました。次にチョコパイのクラムチョコハートフル ダブルチョコレートっていう。チョコパイって美味しいから、だから好きになって買っちゃいました。え、なんかミッキーいる。ほんとだ、ミッキーいる。ディズニーコラボじゃん、かわいい。ミッキーちゃんもいます。次に、なんか程よい、その甘い干梅っていう。梅の、だけども好きだよ、干梅。セブンで何個か、なんか蜂蜜が入ったやつとかいっぱいあるんですけど、その中でも私はこの甘い干梅っていうのが大好きです。梅シートを食べてから、本物の梅は食べれないんだけど、こういうのは食べれるようになった。あ、本物の梅も好き。めっちゃ酸っぱくないかも。次にゆで卵です。おー、前回撮影の時にね、ケータリングにゆで卵置いてあって、ちょっとそれからめっちゃセブンのゆで卵にハマってるって感じです。昨日このゆで卵2個食べた。2個入りの、2個入り。あれも売ってた。めっちゃ美味しかった。好き？ゆで卵。好き好き。美味しいよね。卵好き。しかもこれ味付きなんですよ。ね。美味しいです。次に。すごい好きなんですけど、ツイステッドワンダーランドっていうね、私のね好きなやつの、なんかクーナッツっていうのといつも売ってて、あ、なんかあれじゃない、なんかバーンってやっても立ち上がる。あれね、あ、それなんだね。多分そうだと思う。で、売ってて気になっちゃったので、推しが出るようになりながら。あ、推しはちなみにイレアなんですけど、イレアシューナドっていう、どれですか。この子ですね。あ、青い子。青い、ちょっと届け炎みたいな感じ。ディズニーなの？ディズニー、ディズニー。後ろにディズニーって書いてた。そうか。すごい。楽しみ。すごい。初めて見た。ティアも好きだけど、オクタの3人も好きなんですよ。なんで、ちょっと決めるように。なるほど。やってないと分かんないですね、確かにね。ということで、リナは6品買いました。終わりでーす。じゃあ次はアジア。いきます。まずは飲み物なんですけど、スターバックスの桜バニラミスストロベリージェリーです。多分さ、このコンビニに売ってる飲み物ってめっちゃ美味しいよね。で、次がいちごのクレープ。美味しそうです。そう、クレープね、好きだから、でも最近食べてなかったからすごく食べたいなと思って買いました。次がセラミアイスです。もうこれですね。ロッテガーナチョコ&クッキーサンドです。2つのなんかクッキーサンドと、なんかそう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 、美味しそう。え、なんか初めて見たから、この、なんていうの、この形、ここがクッキーになって、あれ、棒じゃないと思って、これようにしてみました。絶対美味しい。で、最後はオクラです。ミニバーカルシウム強化。カルシウムはそんないらないですよ。ボールが好きなんで、これをね、売ってたので買いました。ボールしか買ったの。なんか5個入りを買う感じがもうありやじゃん。もう全部多分いちいち食べたわけよ。いつまい企画の時も輝きさんをペアもブロッて。ぽい、アリアちゃんって感じ。なんか買うからにもそう、どさっと買いたいからみたいな。ちなんかアリアのなんかファミマではあんま駄菓子が売ってなかったから、今度駄菓子をいっぱい買いたいなって思います。じゃあアリアは 1,2,3,4 品でした。これ結構買ってるものに性格現れてるっていうかさ、なんか好きなものが結構そうだね、現れてる。確かに可愛らしい感じの、やっぱレイラちゃんって感じで。ちょっとおつまみがえ、でもめっちゃいいのっぽい。え、だよね、今買ったものを見て思った。なんかこういうの、え、本当に食べるんですよ。なんかおつまみみたいな、お母さんが食べてるおつまみを食べてるうちにおつまみ系大好きになっちゃって、おつまみは本当好きなんです。美味しいよね。あげちゃんもあげちゃんって感じ。あげちゃんって感じ。甘いもので食べたかったんで、ちょっと甘いのパッと食べました。あ、待って、ちょっと聞いてほしいんですけど、私ここのセブンにもうすごい一番めっちゃ求めてたものがあったんですよ。何だと思いますか？
あ、なんか言ってた、セブン行くときに。そう、もうなんかセブンイコールこれ、松本ゆなイコールこれみたいな。なんかミーから始まるんですか。あ、そう、ミーから始まるんで。あ、ちょっと分かっちゃいました。分かっちゃいました。なんかあのみたらし、あ、言っちゃったじゃん。ちょっと言ってちゃう、言ってた、言ってた。本当にセブンに、あ、行くなら絶対これ買うみたいな、そういう商品だったんですよ。このなんかカップに入った、うんうんうん、そう、美味しいみたらしなの。なんか前も買ってたよ。そう、好きなのになんか売ってなかったんです。うん、季節かな、でもダーゴに季節かないか、ないよね。入って一直線でそうだって言ってみて、あれ、これないな、これないな。なんかセブン行くときにみたらしなんごっていうか言ったからさ、ずっと求めてたんですけど残念ながらなかったんですけど、残念ながらこの棒じゃなくてあのスクー系のね方があったらぜひお試しくださいってことが言いたかったです。失礼いたしました。どうぞ。はい、ということで皆さんもぜひ参考にしてみてください。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。